リバーハウスアルベリー。さて今日も一日釣るぞ。ディトゥールリバー、ディトゥールリバー。目覚める。うん、割と釣ってる。割と釣ってない。まあボスさんは置いといて、ここの4匹を釣りたいね。逆に考えるんだ。今釣ってるのが何いるのか。ここでかいな。伊藤釣ってるね。いいだけど。松方弘樹並みのカジキ釣っちゃおう。さすがに今日は釣れないと思う。結構開いてる。銀鮭、白鮭、紅鮭、紅鮭。やっぱ古代魚。とりあえずここだな。結構でかそうな感じだね。しゃ、行くぜ。お、このイベントが終わってないのか。レッツゴー。話す。クランクベイトルはよく使うかい？クランクベイトルのリトリーブチャレンジやってくかい？巻く巻かないの上に危険なものを言うぞ。あ、いいです。ルアーはいいです。こっちか？こっちの子か？操業のこと何か分かった？あ、操業を釣ってくれっていうイベントがまだ終わってないんだな。じゃあ今日は操業釣ろう。操業、操業、伊藤、白鮭、なんかすげえ名前だな。ケイラカントゥス。釣った釣ってないの表示が欲しいよな。マハゼ、ハゼは釣ってたな。ベニザケ、来い。創業、よし来た。これだ。バイ、こいつを釣ろう。そして半日のサブマリンツアー行こう。30匹釣ってるみたいだね。よし行こう。今日の午前中はサブマリンツアーだ。これでお願いします。もし死ぬことになっても文句は言いませんっていう誓約書。おう、サブマリンツアー、プカプカー。レッツゴー。お、いたね。でっかいのいる。伊藤か、あれ。上に見えるあれはなんだ。でっけえ。マイナス？プラス？写真撮れたよ。1か 2？ いや、まだ戻らん。これか。2番。サイズ以外にあんまり区別がつかない魚たちだな。あ、奥の板のライギョか。で、あれハゼだな。で、サケか。白サケかな、これ。モロコ的な魚いたけど、で、これがベニザケだな。アゴのしゃくれが甘いからメスか。ボスさん流れてきてくんねえかな。ここのあのいっちゃんでかかったやつがボスかな。創業どれよ。これお笑い魚っぽい。カムルーチーかもしんないけど、ボスっぽいの。こんな一番初めにいたあの一番でかいやつかな。これこれこいと。でかいでかい。お、オス、産卵期オス、ベニザケ。あれ、フナかな。フナっこ、フナっこ。ライギョだよな。やっぱレアなのかな。あ、ちっこいのが。ウーマンボウ。ウグイ的な。これもさ、あの逆側とか回れたらいいのにな。でけえなこいつ。でっけえ、連続できた。おー、もう一通りいっちゃったかな。操業がよくわからなかったな。まあ行きますか。釣りに行きますかね。
ちょっと違うでっかいのも来たか。穏やかな水の中、いろんな魚が私の前を通っていきます。しゃくれてる、俺の顎しゃくれてる。待って待って、メニタケ君待って。私メスだけです、顎しゃくれてませんけど。うん、次でっかいの見たら釣りに行こう。んでっかいのおいで。僕はせたよ、食べちゃう、食べちゃうだった。でっかいの来た、中くらいのも来た。にゅいん、はい、でっかいのさようならっと。さて、じゃあでっかいのと逆からもでっかい。こいつはお前ボスじゃねえの、こいつボスっぽくない。写真写真、あ、死ぬほど遅れた。いらねえよこんなの。よし帰ろう。ちょっとボスっぽいの見えたね。で、僧侶を釣りに行こう。僧侶どこで釣れるって言ってたっけ。おじさん、いらっしゃい、自転車レンタルよろしく。僧侶、僧侶どこで釣れるって言ってたっけ。ティドゥールウォーターフォール、ティドゥールウォーターフォール、滝どこだね。滝のとこの、上、チャリは C か。チャリチャリ、トゥルルルンルンルルルン、こっちかな。トゥルルルンルンルルルン、こっちだな。なんか降りてるし、チャリー、なん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 、ボート貸してください。いらっしゃい、カヤック1日レンタル50ポイントだよ。思いのほかチャリ乗れるとこ短かったな。ぼったくられたか、どうだっけ。 A、 A じゃねえ、操作の仕方を C、 B、 あ、 C、 B、 OK、 え、こうだ。よし、滝まで行くぜ。カヤック、カヤック、で、僧侶のイベントを終わらせる。ここの上流、遠い、綺麗な川だな。しかももう12時。まあそらそうか、7時からサブマリンツアー行ってたからな。まずは僧侶を釣ろう。僧侶を釣ってイベントを完了させてしまうといい。滝が見えた、わお魚が跳ねた。このカヤックさばきを、穏やかやな。ところどころに魚影が見えている。この木の下とかね、ゲームのいいところは根がかりしないとこだよね。結構でかいけど、あれが僧侶かどうかの判断がつかない。カヤックってむずい。この辺でいいか。プラスで見るとティドゥールウォーターフォール、ポイント倍チャージに期待して、 S だろうな、 S じゃねえ、 L だろうな。よし、ワイルドレンジラージ、まあ行きますかね。
あんまり魚影が見えない。うん、魚がいないな。で、合わせる準備はしておこう。骨いない？全然魚影ないもんな。あい、奥の方にいる。でもあんまりサイズはない。もうちょっと奥まで行ってみるか。眩しい、眩しすぎるよ。とだいぶずれてる。あ、でもいた。おし、どう、結構でかいサイズだぞ。お前 L じゃないのかい？私が L です。合わせる準備はできている。お、来てる来てる。 M ぐらいっぽいなこいつ。L はもっとでかいやつかな。もう虹になってしまった。来ないな。もっと滝ギリギリまで行くか。よっ、よし、よし。おお、魚が見えてるけど、そこまででかい魚影ではない。滝まで来ちゃいました。僧侶はでかいはずなんだよ。だから L で来てくれると思うんだけどな。いい景色。来ないな。M ぐらいは見えてんだけど。近場止め。この辺にも魚影結構あったんだけど、 L クラスの魚の魚影が見えないんだよな。 M はいっぱい見えんだけど、ぜひとも今日は操業を釣りたいところなんだが、軽い妥協をしよう。とりあえず M を一旦釣ろう。あれ、 M つけれない。ちょっと妥協して、今日は坊主ですかって言われないよ。とりあえず一匹釣っとこうかって。よし、実はそうが M かもしれないし。合計星6、楽勝楽勝。あれ、全然ゲージ増えないから。ゴミ、いや、そんなことないよね。引いてるもんな。ファイト。とりあえず1匹目、1匹目。全然ゲージ増えないな、楽勝だな。何かな。近場にも結構でかいけど、得るかどうか微妙な魚影が見える。
まあ創業以外にも釣ってない魚がそれなりにいるからね。まあいくつか釣っとかないと。さあなんだよお前は。お、コイか。演出いい。マゴイだよな。更新。あ、よし来たー。ま、ここに超見える魚種類いっぱい。ポイントうまし。こいつ、こいつっぽくない？うわお。挑発出たんですね。来てる来てる。グレイト。滝の音がいい。マゴイはそんなポイント欲しくなかったと思うんだよ。グーレイト、グーレイト、やったね君もタイガーだって。イトーマキマキ、イトーマキマキ。グーレイト、戦闘のプロじゃなくて釣りのプロの実力見せてやれ。あった、来いよ来いよ、つ釣り上げてやる。はいはい、またお前か。17匹目でそんないらねえよ。またか。コーンフレーク。マゴイばっかりだな。M はダメなのかな。近場にいたでっかいやつ切れちゃった。グッドだ。餌が違うとか、はい、タイミングが。そうぎょちゃん、4匹ボスをのけても4匹釣ってない魚がいたんだから、どれかぐらい来てほしいんだよな。せめて新作が欲しい。新作が。さあ、お、ナマズだ。それもね、いっぱい釣った。木に引っかかった。フナか、これナマズかな。雷魚かな。雷魚も釣ってっからな。これは鯉っぽいよな。ちょっと帰るか場所。滝の真ん前まで行っちゃおうかな。レインボー、レインボー、レインボーはちょっとお金が合わせるよ。多い。全く魚影ない。お前にレインボー。あと1時間しか。いいぜレインボーってやろうじゃないか。俺はもうお金は水族館からいくらでも入ってくる。
すごい綺麗な天気、天気っていうか夕日になってる。海にレインボー。金がなくなれば全てが終わり、わら。クイグレイトさあ釣り上げてやる。あれこれはまさかの全く抵抗がない。あ、水族館はどうなりました。ゴミじゃねえこれ。で金はたくさん入るからね。まさかの流木にレインボー。流木、わら。やばい。ちょっとちょっと、レインボーでゴミを釣り上げる、わらわら。レインボー高いんですけど、1200ですよ。流木レインボー、わらわら。ラストかな。レインボー流木、一応500。最近、流木は流木で価値があるらしい。アッパー赤字になってしまう、大赤字。さすがレインボー、来たろ、来たろ。創業じゃねえ、創業。よし、ちょっと魚だ。それは OK。 レインボー発。お前は創業だ、創業、君に決めた。レインボーはゴミをするものだったっけ。皮肉を言うなよ。巻き巻き巻き糸巻き巻き糸巻き巻き巻いて巻いて、あい、ちょっとこっち来いよ。お前は俺の水族館で囲ってやるぜ。さあ今日の最後の一匹出たー。と、ライギョじゃねえか。まあニューレコードだから許してやろう。2匹目か。 D ですけどね。まあ1000ポイントもらえるからいいだろう。今一瞬止まった。まだいける。あと一匹。もう一回いけた。1時間で3600もの金を使わされた。滝の前でも不動のボート。山の不動です。多分怒りかなんかぶっ込んでんだよ。竿のケツの方に、ね、怒りがついてるんで、それをはめながら竿投げて。くい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 。よしよし、もうバテたか。おとなしくしてりゃいいんだよ、おめえは。フィニッシュじゃ。こい。赤い。しゃくれてるからオスだ。産卵期オス。D かよ。ダメだこれ、帰ろう。大したことのない一日だったぜ。これはすごい大物取ってきましたねって。孫いじゃねえかよ。いやいや、孫い安いな。餌代の方が高い。まっすぐな流木。ライギョ、ベニザケ。ダメだな、赤字だな。最後だけで3600だもんな。大赤字。しかも目的の魚すら釣れていない。今日は散々だったよ。そんな私の心を癒してくれるのは水族館の収入だけです。レインボー、さよなら。
を遊牧するための餌。まだ水族館があるから。純利益12,610。美味しいよ。僕たちには水族館がある。大赤字。やったぜ水族館。そしてホクホクのまま私はね眠るの。明日は早起きしようか。あのね、夜釣りだと一度返されるからね、またポイントまで行くのがしんどいんだよね。だから朝早く行った方がいいや。よーし、おやすみ。今日はサブマリンツアーに行きました。そしてマゴイ、ナマズ、流木、雷魚、紅鮭。おやすみと。そしてうんざりな心を抱いて寝る。まあサブマリンツアーも行ったししょうがない。